かける前に霧吹きで適度に水をあげて湿度を保つようにと彼には話したよね。サンジャイが今後もルリウリをサボテンのように世話をするなら、その分の損失は彼の食費からさっ引かせてもらうしかないね。はあ、そしたらあいつはサボテンすら食べられなくなるな。重々言い聞かせておく。久しぶりだね。どうしてオルノスコーに？ヒヒ、オイラたち最近やることがなくてさ、にぎやかで楽しそうな雰囲気だったからここを見て回ろうと思って。それにしても花がたくさんあるな。うん、今オルモスコーでは各国の植物を展示する花の博覧会を準備してるところなんだ。僕もこのイベントを手伝いに来ていてね。ここにある植物は各地から運ばれてきたもので、性質もそれぞれ異なる。温度や湿度を保つため、主催はわざわざ妙論派に特製の植木鉢を作らせたんだ。でも、それに加えて植物ごとに運搬、手入れに関するプランを専門家が立ててあげる必要がある。おお、つまり、ティナリがその専門家ってことだな。いや、僕はただの助っ人だよ。ここを取り仕切る専門家は別にいて。ティナリさん、サンジャイが毒のある球根をニンニクの芽と間違えて食べちまった。やれやれ、やっぱり彼にはサボテンを食べさせよう。旅人パイモン、悪いけど失礼するよ。用が片付いたら戻ってくるから。ティナリはどこにいても大忙しだな。だな、迷惑な話だぜ。なあなあ、ティナリはしばらく忙しそうだし、先に港を見て回ろうぜ。見ろよ、花がこんなにたくさん。いい香りだ。うわくしょい。あら、うくしょい。だ、大丈夫だ。なんだか急にムズムズして。うわくしょい、くしょい。レインボーローズにルリユリ、それからセシリアの花、通りで。ねえ、もういつもよいどくなってきたぞ。変だな。うわくしょい。さっきまで何ともなかったのにな。変なものも食べてないし。そこのお二人、どうかお待ちを。よろしければこの香りを試していかれませんか。香り？何の香りだ？その装いからすると、お二人はスメールの方ではありませんね。同じ旅行客としてこれくらい助け合うのは当然です。旅行客？
子？お前もスメールに花の博覧会を見に来たのか？ええ、そう言っていいでしょう。私はフォンテーヌから来た調香師でエミリエと申します。オイラはパイモンだ。さっきはありがとな。そんでもってこいつは旅人さんですよね。お二人の名前はスチームバード新聞でよくお見かけします。お会いできて光栄です。それにしてもさっきは何が起きてたんだ？急にくしゃみが出て。花粉アレルギーというものを聞いたことは？簡単に言うと、特定の花粉を吸い込んだ際に体に異常な反応が生じる現象を言います。え、でもここにある花ならこれまでにも見たことがあるし、その時は変な感じはしなかったぞ。人それぞれ体質が異なるように、アレルギーを引き起こす原因も異なります。花粉の中には単独では影響が少なくとも、他の花粉と一緒に吸い込むと刺激が強くなるものがあるのです。ですが心配には及びません。薬で症状を緩和させれば問題ありませんから。なるほど。旅人、パイモン、ここにいたんだね。大丈夫だった？さっきは慌ててたから花粉に気をつけるように言いそびれてしまったよ。あまりうろうろしない方が。エミリエ、奇遇だね。君が一緒にいると知ってたら心配することもなかったんだけど。私も先ほどオルモス港へ着いたばかりなんです。偶然旅人さんとパイモンさんに出会って、少しばかり手助けしただけに過ぎません。ところで、アレルギーの要因は千差万別と言います。このお二人が発症するかもしれないと思ったのはなぜです？今までに同じようなことが。僕たちが初めて会った時、君はパラハームを嗅いで意識を失ったよね。あの時はオイラ何ともなかったのに。不思議だな。いや、不思議というほどでもないよ。中にはアーモンドにアレルギーのある人もいる。アレルギーを起こす原因は様々で、一概に論じることはできない。フォンテーヌでアレルギーにまつわる事件に遭遇したことがあります。原因は友人が稲妻から持ち帰ったそばでした。へえ、何でも食べられるオイラって恵まれてたんだな。半人前の医者とでも言いましょうか。ただし診察の対象が少々特殊で。彼女は医術のみならず植物学においても造詣が深いんだ。以前フォンテーヌの植物に関して尋ねたことがあって、たくさんの知識を教えてもらったことがある。とはいえ植物に限った話ですけどね。知識の幅広さで言えばティナリさんの方がずっと上です。植物に限って。あ、わかったぞ。ティナリが言ってた花の博覧会を取り仕切る専門家ってお前のことだな。残念だけど外れだよ。私がここへ来たのは博覧会でアウグストゥスについて調べるためで、仕事は何も引き受けていません。また外れか。今度こそ当たりだと思ったんだけどな。かつてフォンテーヌで一世を風靡した花であり、そしてその花から作られた香水のことでもあります。アウグストゥス？言いにくい名前だな。ある古代の言語では神聖、高貴といった意味を持つそうです。中には子供にそう名付ける親もいるのだとか。そういえば過去のフォンテーヌにおける香水ブームをご存知ですか？20年近く前、フォンテーヌで香水ブームが起きたんです。最初は数軒の店が高級な香水を売り出し、それにラグジュアリー、エレガントといったキャッチコピーをつけたことがきっかけでした。ところがそれが市場で異常な人気を博し、
価格がうなぎ登りに上がったのです。それを振りかけて自身の社会的地位を上げようとする人や、価格が急騰している間に買い占めて利益を得ようという人も大勢いました。人々が盲目的に評価するうちに、ごく平凡な香水の価格が数十万モラという巨額になり、そのせいで争い事や詐欺が続出しました。けれど香水はあくまで香水でしかありません。本来の価格をはるかに上回ることがあっても、それは泡のように一時の現象に過ぎないもの。ブームがより広がり取り返しがつかなくなる前に、パレメルモニアはリスクを察知し、すぐさま介入しました。その結果、盗器や詐欺を狙った集団が摘発され、投獄されたのです。こうして泡は弾け、一部のお金持ちだけに影響を与えるという結末を迎えました。で、そのブームはアウイズなんちゃらトゥースとどういう関係があるんだ？ブームにおいて最も注目を浴びたのがアウグストゥスだったのです。一瓶数千万モラまで価格は釣り上がり、需要に供給が追いつかなくなるほどでした。数千万モラ！じゃあ今はどうなってるんだ？香水ブームが去った後、多くの香水は元の正常な価格に戻りましたが、アウグストゥスだけは製造に必要な同盟の花が失われてしまい、どれだけお金を積んでも買うことのできない幻の香水となりました。はい、アウグストゥスの花は自然に育つ植物ではなく、香水を作るために育てられた特殊な花だったのです。香水ブームが下火になった頃、アウグストゥスの花を育てていた花畑が大火事により燃え、以来その花を目にした人はいません。でもさっきこう言ってたよな、アウグストゥスについて調べに来たって。ええ、ここへ来たのはある噂を耳にしたからです。アウグストゥスの花がスメールに再び現れたらしいと。そのせいでフォンテーヌの香水市場にはまたもや不穏な空気が漂い始めています。花探しを手伝ってやろうぜ。そうだね、旅人の言う通りだ。エミリエから手紙で頼まれて調べてみたけど、今のところ新種の目撃報告はレンジャーに届いていない。それにパイモンさんは残念がるでしょうけど、アウグストゥスの花を見つけたところでそれを使ってお金儲けをするつもりはありません。神聖高貴唯一無二、そういった言葉は美しく聞こえますが、物事の本質を包み隠してしまいます。今後香水が語られる際には、価格や物語ではなく香りそのものに注目してもらいたいものです。エミリエって立派だな。それにもっと切実な理由もあります。ここ数年フォンテーヌの香水市場にはアウグストゥスの稚拙な模造品がよく出回っているんです。アウグストゥスの唯一無二の香りを再現したと自称していて、中にはそれと私の作品を比べるおせっかいな人もいます。そりゃ切実だな。その噂が流れて以来、アウグストゥスの花から生成したと称する香水が少なくとも3種類は現れています。この木にアウグストゥスの神話を打ち砕けば、たとえ噂が本当ではなかったと証明するだけに終わっても、フォンテーヌの香水市場はいくらか正常に戻るはずです。そうすれば私も物語やまやかしの言葉から解放され、自分の好きなことに専念できるでしょう。なるほど。その助けていただけるのは何よりですが、ただご迷惑ではありませんか？同じ旅行客としてこれくらい助け合うのは当然だと思うぜ。そうだろ？そうでしたね。ではお言葉に甘えて。今ある手がかりからじゃ
アウグストゥスの花が再び現れたという噂の真偽を確かめることはできない。エドガーさんも結論を下すには時期尚早と考えてる。とはいえ、一度彼と話をしてみたらどうかな。当時のブームを実際に経験した人だから、新しい手がかりが手に入るかもしれない。そうですね。ちょうど私もホテルへ行って、エドガー先生を訪ねるつもりでした。エドガー？そいつって…パイモンが当てられなかった博覧会を取り仕切る植物専門家だよ。この辺りじゃ誰よりも人望の厚い調香師なんだ。しかもアウグストゥスは彼がフォンテーヌで活動していた時に生み出した作品でもある。それにあの方はスメールで、私を弟子にしてくださった香水作りの師匠なのです。フォンテーヌで活動してた調香師でスメールに来てフォンテーヌ人の師匠になった？かなり複雑だな。話せば長くなります。もし興味がおありでしたら会った時に詳しく話しましょう。ホテルの近くにエドガー先生の仮住まいがあるはずです。僕はまだ港でやることがあるんだ。何かあればいつでも声をかけて。遠慮はいらないから。主催者が大金を出してホテルと周辺の建物を全て借りて、一時的な倉庫兼スタッフの住まいとしているそうですよ。じゃあ早めに来た客は泊まる場所がなくて困るんじゃないか。それにこんな大きなホテルを借りて元が取れるのかな。しばらく見ないうちにすっかり変わったな、エドガー。君たち兄弟はちっとも変わっていない。兄貴エドガー、おしゃべりは置いといてさっさと本題に入ろう。キリアは今？まあ待ちなさい、客人がいる。ご無沙汰しております、エドガー先生。エミリエか。何年ぶりだ、こんなに立派になるとはね。フォンテーヌじゃ誰もが知る調香師だと聞くじゃないか。後世恐るべしとはまさにこのことだ。先生のご指導のおかげです。いやいや、私は基本的な知識を授けただけに過ぎない。師匠と名乗るのも恥ずかしいくらいだ。これまでスメールで調香に興味を持つ子供たちをたくさん教えてきたが、君ほど成功した者はいないよ。すべて君の努力の賜物さ。ところでそちらのお二人はどちら様かな。手紙では触れていなかったようだが。知り合ったばかりの友人で、旅人さんとパイモンさんです。おお、エミリエの友人か。会えて光栄だ。それでそちらのお二方は先生のご友人ですか？その通りだ。俺たちもフォンテーヌから来た人間で香水ショーをやってる。エドガーとは古い付き合いでな。俺は弟だ。で、こっちは弟のブラスな。ブラス、エドガー。ああ、商人のご兄弟。香水ショーって、まさかお前たちもアウグストゥスの花を探しに来たのか。フォンテーヌの香水ショーならアウグストゥスの名声を知らぬ者はいない。ちょくら様子を見に来たって不思議じゃないだろう。ちょうどその話をしようとしていたんだ。
エミリエ、君たちもアウグストゥスの花のことを聞きに来たのだろう。ならば一緒に話をしようじゃないか。エルマイト旅団の傭兵たちに調査を依頼しているが、スメールのどこにもアウグストゥスの花の目撃情報はない。ただオルモス港に変わった香りを街中で嗅いだという者が何人かいる。何かの花に似ているがどこか違うと。その中には20年前にフォンテーヌを旅した行商人がいてね、彼曰くその香りは当時のアウグストゥスにそっくりだったそうだ。唯一無二で神聖かつ高貴な香りだと。あ、もしかしてアウグストゥスの香水がまだ残ってて、それを誰かがここで売ってるんじゃないか？それはありえません。未開封だとしても香水の香りは時間とともに変化します。特別に熟成させた香水でない限りは、十数年もの年月を経てなお変わらないなんて不可能に近いです。ましてやアウグストゥスのその性質は不安定なもの。フォンテーヌでわずかに保存されている数瓶も10年前にはすっかり変質してしまいました。もしかすると似た香りの花が使われているだけかもしれません。あるいはアウグストゥスを模して調合された香りか。いや、ありえない。アウグストゥスの代用品をそう簡単に作れるなら、当時あんな異様な値段で売られやしなかった。アウグストゥスの花が再び現れたに違いない。技術的には不可能ではありませんが。まあまあ、模倣品かどうかはひとまず置いといて、エドガー、そいつらはその匂いがどこから漂ってきたか話してたか？いや、気がついた時には香りはほとんど消えていたそうだ。わざわざ聞かれなければ忘れてしまっていた人が大半だろう。直接見たり聞いたりしたものに比べて嗅いだ匂いというのは見落とされやすいものだからね。そのお話からすると、誰かがアウグストゥスの香りを身にまとって道を歩いてた感じだな。兄貴、まさか。単なる推測だ。気にしないでくれ。今あるのははっきりしない手がかりばかりだ。君の推測もありえないわけではない。人を使って調べるとしよう。二人ともわざわざ遠いところから来たことだ。今夜はホテルで休んでいってはどうかな。オド、ブラス、君たちの部屋の鍵だ。え、ただでホテルに泊まれるのか？もしかしてオイラたちの部屋も？それは申し訳ない。ホテルの部屋は大半が倉庫になっていてね、博覧会が始まるまで使えないんだ。彼ら二人の部屋も急いで用意したものだから。エミリエから手紙を受け取った時にはもう部屋は残っていなかったんだよ。つまり急に来たオイラたちには部屋があるわけないってことか。いやはや、我々が至らずホテルを占用してしまっているせいですまない。せっかくスメールに来てくれたというのに、まともなおもてなしもできないとは。いいんですよ、私は船に戻って休みます。それか、せっかくスメールに来たことですから、この辺りで植物サンプルを採集してそのまま野宿するのも悪くないでしょう。そうですか。でしたら安心です。とはいえ、荷物はここに預けさせてもらえませんか？野宿だと大荷物では不便なので。あ、そう、場所は取らないと思います。そうだな。いいとも、もちろん問題ないさ。エミリエさんが嫌じゃなけりゃ、俺たち兄弟が荷物を預かっておこう。
ならそうしよう。オード、君たちはエミリエと一緒に中に入って荷物を置けそうな場所を探してくれるか。私は君たちをもてなすためのお茶と茶菓子を用意して後で持っていこう。部屋を用意できなくてすまないね。大丈夫ですよ先生、突然お伺いしたのはこちらですし。後で必ず美味しいお茶を入れておもてなししよう。花の香りがプンプンするぞ。エドガーは部屋を用意したって言ってたけど、それでもたくさん花が残ってるな。窓の外から見えた感じ、あいつの部屋も花だらけだったぞ。今回の博覧会はものすごい規模なんだな。いいえ、私たちは調香師であって庭師ではありません。普段から様々な植物の精油を相手にするので、嗅覚を鋭敏に保つため日常生活を送る場所では香りを排除しています。そうなのか。ってことは博覧会に必要なものが多すぎて本当にどうしようもないんだろうな。そこはスイートルームみたいだな。隣が弟の部屋だ。ベラス、後で俺たちの荷物を運んでおいてくれ。ルラス。ああ、わかったよ、兄貴。それで、エミリエさん、あんたの荷物はどこだ？ブラスに一緒に運んでもらおう。実はまだ港に置きっぱなしなんです。生活用品の他に、フォンテーヌから持ってきた琥珀酒が一箱あります。ブラスさん、一緒に運んでいただけますか？そうすれば皆さんに楽しんでいただけますし。そりゃいい。ブラスの好物といえば酒以外何もない。弟の代わりに礼を言おう。そうなんですか？オドさん、ブラスさん、お二人は。おい、何をしている？今のは先生の声。エドガー先生。おい、大丈夫か、エドガー。くそ、一体誰の仕業だ。キリア、アークステス。キリアだと。おい、エドガー、エドガー。待ってください。怪我人を激しく揺すってはいけません。先生のことは私に任せて、あなたたちは。はい、よろしく頼みます。皮膚は赤らんで瞳孔が開いていますが、呼吸はあります。この辺りなんだか独特な香りがするぞ。その瓶から出てるんじゃないか。え、まさか。犯人は花壇に隠れてて突然飛び出してエドガーを襲ったんじゃないか。それもそうだな。兄貴、近くを見てきたけど誰かが通ったような形跡はなかった。そんな、あいつに羽が生えてるわけでもあるまいし。
いや、何でもない。犯人が跡形もなく消えるなんてありえないだろと言いたかったんだ。もう周囲を見て回ったけど、あの瓶以外手がかりは何もなかったな。今は命を救うことが先決です。先生を中へ運ぶので手伝ってくれますか？エドガーは無事なのか？応急処置は済ませました。航空内と鼻腔内の残留物から判断するに、先生は無理やり何かの液体を飲まされたと思われます。ただ今は意識がないので、安易に吐かせれば気道を塞ぐ恐れがあり危険です。他の手を打つしかないでしょう。ふん、匂いは一致しますね。ですが同じ液体かどうか、どんな性質なのかは化学検査をしてみないと判断できません。とはいえその前に、まずは事情を知っていそうな人に話を聞いてみましょう。シルバンさん、ルシアンさん。おい、エミリエさん、俺たちを呼んだのか？聞いたことのない名前だったが。そうですか。スメールに来る前に特巡隊の友人に頼んで調べてもらったのですが、アウグストゥスの生みの親が誰なのかを。当時表舞台に出ていた調香師のエドガー先生を除いて、アウグストゥスの背後にはあと3人の人物がいました。アウグストゥスの花を栽培したスメールの学者が1人と、アウグストゥスの宣伝活動を行った商人の兄弟が2人。その兄弟はアウグストゥスの神話を利用して大勢の陶器家を引き込み、その結果アウグストゥスの価格をさらに押し上げました。しかし最終的には粉飾決算、市場撹乱と複数の罪に問われ、法廷によりメロピデ要塞へと送られています。ちょうど最近刑期を終えて出所したはずです。そんな話俺たちには関係ない。フォンテーヌで商売してる兄弟なんて5万といる。そいつらも全員犯罪者だというつもりか？お兄さんからブラスと呼ばれてもなかなか返事しないのに、私がルシアンと呼んだ時はすぐに反応しましたよね。それはエミリエさん、あんたはフォンテーヌの有名な調香師だ。今ならその言いがかりも冗談ってことで済ましてやる。この先まだまだ長い。善人を中傷したなんて話が香水賞の界隈で噂になっちゃ困るだろ。香水賞ですか。商売をまともに営んでいるのなら琥珀酒が酒ではないことくらい知っていて当たり前のはずでは。なんだと。琥珀酒は数年前に私が調合した香水です。さほど有名ではありませんが、フォンテーヌの香水賞なら名前を耳にしているでしょう。お二人がごく最近まで香水とは無縁の場所にいたのなら話は別ですが、例えばメロピデ要塞のような場所に。エミリエ！シルバンさん、何もあなたを責めるつもりはありません。十数年前に何があったとしても法廷での採決はすでに出ています。ですがエドガー先生の身に危険が迫った今、犯人に関する情報がもっと必要です。犯人がアウグストゥスを目的に先生を襲ったのだとしたら、お二人も安全とは言えません。ですから話してくださいませんか、キリアという人物のことを。わかった、話そう。兄貴？ルシアン、こいつらがキリアを見つけ出せるなら俺たちにとっても悪いことじゃない。それに今から話す内容はすでに県立邸にも話したことだ。あんたの言う通りさ、もともと俺たちは4人組だった。俺たち兄弟とエドガー、それから
花の栽培を担当するスメールの学者ヴィジャーヤだ。ある時マレショーセ・ファントムがうちに来て、罪名をつらつらと並べ立てて帳簿を調べると言い出してな。その後俺たち兄弟とエドガーは判決を言い渡されて海の底へと送られた。なんかその判決に納得いってないみたいな口ぶりだな。あれ、じゃあエドガーはどうやってスメールに来たんだ？先生は当時重犯とみなされ、数年もせずにメロピデ要塞を出てこられました。フォンテーヌに留まれば過去のことに煩わされる。先生はそれが嫌でスメールに単身移住したと聞いています。当時の先生は長いこと塞ぎ込んでいて、新しい香水の調合には手をつけませんでした。ただ代わりに教え子の指導に専念し、その道の手ほどきをされるようになったんです。昔私は両親の仕事の関係でスメールに短期滞在していました。その時に先生と出会い、しばらくの間教えを受けていたのです。この話はさておき、まずはその学者ヴィジャーヤについてお話しいただけますか？俺たち同様、ヴィジャーヤもあの時マレショーセ・ファントムの調査を受けることになったんだ。だが彼女はマレショーセ・ファントムが来る前に自分の花畑に火を放ち、アウグストゥスの花と俺たちが稼いだ金を焼き払って灰にした。つまり証拠を隠滅したってことか？そんなことしたらそいつの罪が重くなるんじゃ。いえ、それについては気にしていなかったのでしょう。なぜなら彼女は自分自身もその日の海の中に葬り去ったのですから。ずいぶんと詳しく調べたんだな。それでもまだ俺たちに聞く必要があるのか？ええ、当時の書類にもその名前は記載されていませんでした。ですがあなた方はその人物と顔見知りのようですね。キリアはヴィジャーヤの弟だ。当時あいつはまだ10代の無鉄砲な青2歳だった。普段は姉の手伝いをするくらいで、俺たちが何をしてるかなんて知らなかったろう。ヴィジャーヤは普段からあいつにうろちょろしないよう言っていてな。だから彼女に弟がいると知ってたのは俺たち以外にいなかった。俺たちの事件の後、あいつは行方がわからなくなったんだ。ところが最近になって、アウグストゥスの花がまた現れたという情報がスメールから流れてきた。それでキリアさんがヴィジャーヤさんの元から何かを持ち出し、アウグストゥスの花を再び育て始めたのではと考えたわけですね。ヴィジャーヤが生前何より大事にしてたのが弟だ。自分に何かあれば金は全部弟にやると話してた。もし死ぬ前に何かを残してたとしたら、それはキリアんとこにあるに違いない。しかもあの瓶に残された液体を見るに、キリアはアウグストゥスの花を咲かせただけでなく、アウグストゥスの香水まで完成させやがった。あれって本物のアウグストゥスだったのか。じゃあその香水って毒薬なのか？アウグストゥスが毒薬なわけない。香水ってのはそもそも飲んじゃまずいだろ。それを一瓶飲まされたらどうなる？もしアウグストゥスが毒薬なら、当時販売すらできなかったろう。エドガーが意識を失ったのはキリアが無理やり飲ませたからだ。はあ、おそらくだが姉の死に俺たちが関係してると考えたんだろう。けど正直俺だってヴィジャーヤがなんであんなことをしたのかわからねえんだ。俺たちがキリアを探してるのも悪意からじゃない。単純にあいつがどうしてるのか知りたいだけだ。できれば今後も手を組んでアウグストゥスを作りたいしな。
監獄に入れられたのは粉飾決算と市場撹乱が理由だ。アウグストゥス自体には何の問題もねえ。悪巧みはせず堅実に真面目に香水を売ってればあいつの姉貴に対する償いにもなるだろう。だから当時取り調べを受けた時にキリアさんの名前を出さなかったのですか？ああ、その通りだ。俺たちだって少年は悪人じゃないからな。俺たちが知ってるのはこれだけだ。アウグストゥスの成分や誤飲した場合の対処についてはエドガーかもしくはキリアに聞くしかない。少なくともこれで先生の飲まされたものがアウグストゥスだとはっきりしました。この後の科学検査で対処方法が見えてくるでしょう。ひとまず収穫はありましたね。そうか、ならよかった。ルシアン、とりあえず部屋に戻って休もう。この状況じゃ考え直すしか。そうだな、兄貴。あなたもそう思いますか？確かに彼らはまだ何かを隠していそうですね。残念ながら現状ではもう証拠がありませんが、シルバンさんの口ぶりからしてあのまま問い詰めたところで嘘を並べ立てられるだけだったでしょう。っていうか、あんなわずかな不審点からあいつらの素性を暴くなんて、エミリエって頭がいいんだな。そうだぞ、お前医者としては半人前で診察対象はちょっと特殊だって。ええ、私が接する患者は大多数が死者なのです。つまり法医学者ってやつか？いいえ、厳密には特殊清掃人と呼ばれる職業です。法医学者とマレショーゼファントムが証拠を収集した後に患者がこの世に残した最後の痕跡を取り除くのが私の仕事となります。配合に少し手を加えるだけで人気剤は香水にも洗剤にもなる。事件の真相は誰かの手で明らかにする必要があり、事件現場もまた匂い、血痕、汚物といったものを誰かの手できれいにする必要があります。そのおかげと言いましょうか、これまで数多くの死を目の当たりにし、それにまつわる知識を身につけました。ですが今回はまだ間に合います。旅人さん、すみませんが、ティナリさんとオルモス校の治安官に状況を説明してきてもらえますか？先生は私が解放します。アウグストゥスのサンプルもすでに手に入りましたし、分析が順調に進むといいのですが。先生は以前よりも年を召されたように見えます。どうか持ちこたえてくださいますように。先生は、そんなに慌ててどうかした？何かあったの？なんだって？エドガーさんが襲われた？あの人はこの辺りでみんなから慕われてる調香師なんだ。オルモス校には彼の世話になった人間が大勢いる。まさかそんなことが起きるだなんて。シャムさん、怪しい人物がバザールに逃げてきたという報告はあった？今のところは何も。だがこの近くにはそこかしこにうちの傭兵がいる。誰かがキリアを目撃してるはずだ。すぐに人を集めよう。そいつを逃がすわけにはいかない。ティナリはこれからどうするつもりだ？そうだね、
現場の証拠集めと容疑者の確保はシャムさんに任せよう。エドガーさんにはエミリエがついてるから僕が行く必要もないだろう。でもエミリエは自分のこと厳密には医者じゃないって言ってたぞ。それは謙遜だよ。確かに正規の医者でも法医学者でもないけど、人体と薬理に対する理解は正論派の学者たちよりもずっと深い。ましてや今回は香水に関わる症例だからね。彼女の方が適任だ。僕はそうだな、これから教令院に戻ってビジャーヤとキリアについて調べようと思う。そうだった、ビジャーヤはスメール出身の学者なんだよな。ティナリは名前を聞いたことあるか？エミリエの手紙で見たことがあるだけだね。教令院を卒業した学者は山ほどいて、卒業後本来の学派とは関係のない仕事に就いてる人も大勢いる。これまで詳しく調べられてなかったけど、ビジャーヤの過去と今回の事件はつながりが深そうだ。スメールシティで友人に頼んで一緒に調べてみるよ。早ければ明日にでも連絡するから、オルモス校のことはひとまず君とエミリエに任せた。